日本神奈川県川崎市幸区小向東芝町。小向東芝町は、神奈川県川崎市幸区の町名。2016年2月16日現在、住居表示は実施されていない。郵便番号は212-0001。ただし、この町域を占める東芝の施設には、別途、大口郵便番号が振られている。 2010年の国勢調査時点での面積は21.8ヘクタールであり、2017年12月31日時点での人口は例人である。神奈川県川崎市幸区の東北部に位置し、全域を東芝の工場が占めている。北端で東小市場と東端では第二景品を挟んで、小向町、小向中野町と南端では、 小向西町と生端では小市場と接している。これらの町域はすべて幸い区に属しており、小向東芝町は草会、市境には接していない。小向東芝町が設置される前の小技として、荒区高地という地名があり、当地が新しく開墾された地であったことが伺える。1937年に東京無線の工場が設置され、通信機器、テレビ、 レーダーと時代に合わせて製品を変えながら創業を続けている。もともとは小向などの一部であったが戦後に行われた高知整理で一町として分立した町域を占める東芝に由来する。小向の由来については小向カ地名の由来を参照のこと。1952年の高知整理で小向カ座宮前高知、ア中原高知、ア荒区高知や 腰状麻城大高地、麻下河原高地、土手麻切河原の高地、下平麻麻、池淵高地の区域に、小向海東芝町が設置された。川崎市交通局、東急バスの2次業者が、川崎駅や小杉駅、五丹田駅と当地を結んでいる。特に、東急バスは、川崎駅東芝小向海港場間を直行する、バスも運行している。 公立の小中学校の学区は、小向東芝町全域で、川崎市立西みゆ小学校、川崎市立みゆ中学校となっている。ただし、前述のように当地に住民はいない。ありがとうございます。